はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、一番くじ、はい、久しぶりにねそちらを引きましたね。はい、ただね引いたんですが、現地に行って引いたんじゃないんですよね。まあ、とりあえずね、その一番くじが何かって言ったらこちらですね。はい、はい、出てますね。一番くじナルト疾風伝、紡がれる火の石。はい、こちらをねやったんですよ。はい、これねめちゃくちゃ開催店舗少ないんだよね。なんかさ、書いてあるとさ、ローソンとか書いてあるんだけどさ、地元のローソン一つもないの。と思って。で、まあね、書店とか、あと家電量販店、しかないんですけれども、自分が行ったところはね、自分が行ける範囲内ですね。はい、その中であったのがですね、一番近くのところで、ドン・キホーテ、はい、そちらでしたね。で、まあ、開催日行きました。はい、行って、まあ、大体10時ぐらいに行ったんですけれども、行ってね、カウンター行ったら、まあ、聞くまでもなく張り紙で完売って書いてありました。いや、うっそーんと思って、10時に行って完売なんだと思って、あれ、ドン・キホーテって、ごめんなさいね、ここからちょっと雑談になるんで、早送りしたい方はね飛んでみてください。はい、それでもね付き合っていただける方はね、ちょっとこの雑談に付き合ってください。はい、でね、そのドン・キホーテってその10時なんで完売なんだろうと思ったらね、ドン・キホーテってあれ結構夜遅くまでやってるよね。だから多分日付が変わってすぐに出して、そこで多分並んでたのか分かんないけど、それでなくなったんでしょうね。だから全然出遅れですよ。やばと思って、じゃあ10時開店のところ、唯一1店舗あったんですけれども、そちらが書店だったんですよね。で、まあ、行く前にちょっと電話で確認しようということでね、電話しました。そしたらね、ありますかって聞いたら、まああるんですけどって言われたんですよね。けど、はい、なんかね、めっちゃ並んでて、まあ、めっちゃ並んでるらしいんですよ。はい、なんか今現時点で結構お客様が並ばれてるんでって言われて、まあ、来た頃に残ってるかどうかは分かりませんって言われたんでね、まあ、もうねえだろうと、はい、そう判断して、もう現地で引くのは諦めました。はい、でその翌々日なのかな、月曜日なんですよね、オンラインは。はい、で11時開始だったんですけれども、めっちゃスタンバってやったんですけど、もうすでにね、もう何人待ちかになってましたね。はい、で1人10回までなんですよね、一番くじオンラインは。自分初めて引いたのかな。はい、なのでね、まあ登録はしてたんですけれども、はい、でね、何十個かある箱のうちのね、100個ぐらいあったのかな、そのうちの1個をちょっと待ち状態にして、まあそれでも7番目ぐらいだったかな。で1人10回までなんで、そしたらなんか前の2人なのか分かんないけど抜けたんですよね、引かずに。でその次の人が5回ぐらいしか引いてないのかな。で鈴木の人は10回と言って、でね、アソート的にはね、まあ炎章のナルトが2個で、サスケが3、カカシが3という感じなんですよね。でラストワンにミナトと、はい、いう感じなんですけれども、一応ね、サスケとカカシはね、目の瞳がね、シャリンガンタイプと通常バージョンとね、ブラインドなんですよね、これがね、びっくりしたことに。なのでアソートが3なのかな、3というのもねおかしいけどね、絶対シャリンガンタイプが少ないんだろうなってね思いますけれども、で自分が引く番になった頃にはもうナルトは1個もう抜かれてて、サスケが2個抜かれてて、でカカシが1個も抜かれてない状態で、海将の
何かが一つなくなってたのかな、あタオルかな、タオルのサスケがなくなってたのかな、はい、てな感じでね、残りが40回ぐらいだったのかな、もううろ覚えなんですけれどもね、40回でも自分弾けるの10回までなんでね、全部弾きたかったんですけど、なのでね、まあ、とりあえず、まあ、10回弾きましたよ、上限のね、はい、その結果ですね、はい、すいませんお待たせしました雑談投げよってねで弾いた結果です、はい、それをねちょっとお見せしたいと思いますが、どういう感じで見せようかな、だまあこうね、まあ、スマホ越しにお見せしますが、ダブルチャンスキャンペーンは全部外れましたねもう見えてるけどね、はい、挑戦済み外れになりました。で、はい、いいショータオル、いい、あ、F ショーか、 F ショータオル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 、いいショーラバーコースター ×4 で、畑かかしフィギュアが2以上、はい、という感じでね、なんとね、カカシ先生のね、フィギュアが2個出ましたね。まあ、3つ残ってたからね、全部残ってたんで、自分的にはね、ナルト狙いだったんですけれどもね。うん、いやー、ナルト引きたかったな。まあ、でも、カカシ先生がね、2個出たっていうのでね、結構ね、引きですよね。うん、まあ、この状況から、残りが30個ぐらいだったんですよね。ところ30個でナルト1位、サスケ1位、カカシ1位って結構なね、いい状況だったんで、いやー、その状況で弾きたかったなーと思いますけれどもね、うん、結構いい状況で余ってましたね、自分が弾いたボックスは、うん、いやー、さすがにね、その後ね、並び直そうと思ったらね、もう100人待ちとかになってましたねはい、ということで、その成果がね、ちょうどね、本日届きました。まあ、動画アップしてるその日かどうかわかりませんけれどもね、それを紹介していきたいと思います。まずね、解消の F 章タオル、何を選べるんですよね、絵柄ね。はい。で、選んだ絵柄が、こちら。はい。サスケ。サスケと、はい、カカシ先生、あ、そう、ナルトがなくなってたんだ、そうだ、だから選べなかったんだ、ナルト、はい、でカカシでイタチ、はい、で最後はガーラ、はい、このガーラかっこいいよな、といった感じですね、はい、で次の章の E 章、こちらですね、 E 章ラバーマスコット、ちゃんとね、一番くじオンラインで買ったんでね、ここにステッカーじゃあシール貼って、まあ、貼ってありますね、バーコードシールがね、はい、一番くじオンラインはね、こうやってシール貼ってありますからね、はい、こちらをね、ちょっとブラインドなんでね、開けていきたいと思いますよ。一応ね、狙い的には、まあ、シールで隠れてるけど、これはイタチのあのお面かな、アンブの時のね、うん、キツネのお面か、はい、で一番狙いは、まあ、一番狙いっていうかね、狙いはこのキャラ、うん、このキャラの第7班のこのキャララバーコースターね、はい、これ狙いで、うん、下はちょっとね、微妙かな、自分的にはね、とりあえずキャラ狙いでいきたいと思います。合計4つあるんでね、はい、では早速ね、開けましょう、はい、はい、では1つ目いきます、せーの、ダーンアンブの仮面ですね、はい、アンブの仮面か、結構大きいね、うん、結構大きい、はい、はい、続いて2つ目いきます、
せーの、あ、さくらですね。はい、さくら、キャラ来ましたね。いいね、さくらね。うん、はい、はい、続いて3つ目いきます。せーの、うそーん、ダブったよ。桜ダブリですよ。はい、ラストラバスト、ラバスト、はい、いきます。せーの、まあね、あれだよね、オンラインだからさ、自分で選べないよね。普通さ、なんかこうね、アソート的にさ、並んでたりするもんね。こうやってバラバラに弾きたかったんですけどね、多分こうやって同じのつね、はい。はい、ではね、最大のブラインド、まさかのこのね、じゃん、師匠カカシフィギュア、こちらのブラインド、ブラインドってすげえな、フィギュアブラインドってね。はい、こちらをね、開封していきましょう。はい、こちらのね、カカシフィギュアなんですけれども、箱はね、ほんと小さいですね。うん、一応ね、マスターライズなんですけれども、うん、まあ、こう見るとね、このシャリンガン顔パワー、シャリンガン顔ってすげえかっこよくない？めっちゃイケメンだよね。で、通常側ね、ちょっと斜め上を向いてる感じ。うん、これもいいね。まあ、どっちも出てほしい。まあ、多分ね、シャリンガンが3つのアソートのうち1つだと思うんですよね。で、残り2つが通常というふうに自分は推測してるんですが、どうなんでしょうね。これでね、2つとも通常だったらね、残り1つがシャリンガンだったっていうね、オチにならないようにしたいと思いますけれども。はい。では早速ね、開封しましょう、こちらね。よっこらせ。あ、この段階では分からんぞ。いきます。せーの。どっちやねん。これどっちやねん。いきます。せーの。あ、シャリンガンタイプです。あ、見えづらい。シャリンガンタイプ。おー、シャリンガン出ましたね。オッケー。やった、シャリンガン。はい。はい。ではね、まあ、自分のね、推測が正しければ、残りは通常顔だと思うんですよ。はい。どうなんでしょうね。ロットによって違うのかもしれないけど。いきます。せーの。ボン。わからない。ここにある顔。せーの。ボン。あれ？シャリンガンだった。え、ちょっと待って。ちょっと待って。通常顔、あれ？カカシコンプリートならず。ああ、シャリンガンですか。ああ、なるほど。あれ？ロットによって違うのかな？それとも通常顔が一つなのかな？そうと。わからん。はい。ということでね、こちらのね、二つシャリンガン出ちゃったんですけれども、とりあえず、こちらの一つ、組み立てちゃいたいと思います。はい。ではね、組み立て終わりましたんで見ていきましょう。こちら。ババン。めっちゃかっこいい。いや、これかっこいいなぁ。カカシ先生かっこいい。シャリンガン。いや、いいね、これね。いや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 、なるほどね。いや、これはね、絶対弾きたかったんで、このシリーズはね。で、フィギュアは絶対欲しかったんですよ。なのでこれは当たってよかったな。まあね、ちゃんとね、陰影もすごいはっきり
してますね、うん、背中のこのね渦巻きのこれもすごい丁寧に塗られてますね。いやこれすごいな、まあ、ここのねあの後ろのこの道具入れっていうのかな、これはね、うん、ちょっと塗装がのっぺりした感じになってますけれどもね、うん、でここのね巻いているものもねすごいウェザリングが施されてますね、うん、うん、すごい。でこの足の部分とかもねすごいな。いや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 、これ出来いいな。いやこれ顔もねめっちゃいいですよ。これこの顔ね、いやこの顔かっこいい、イケメンやな。カカシ先生超イケメン。もう毛先もねすっごいシャープ、すっごいって言いそうになっちゃったけどすっごいシャープこれ痛いぐらいね。いやこれはいい。いや素晴らしい。はい、橋先生、はい。ということでね、一応自分が弾いたのはここまでです。はい、ここまでですっていうことは、実はねこれをオンラインで弾く前にね、実は私普通に買っちゃってました。はい、もう現地行って買えなかった時点でもうこれしょうがねえと思ってね普通に買っちゃってます。はい、その買ったものをねご紹介したいと思います。まずはこちら、バン、はい、B 衣装のサスケフィギュア買っちゃってますね。はい、でこちらね、はい、バン、はい、2個、普通にねシャリンガンタイプと通常顔 バージョン、はい、2つ買ってます。いやね、通常顔パ、通常顔のねサスケはね、もうカカシ先生が絶対ね通常とねシャリンガタイプ一つずつ出るだろうって予想してね買っちゃってました。はい、なのでね自分的にはねシャリンガンタイプが2つ出たんでびっくりしちゃってますけれどもね、カカシの通常顔どうしようと思ってはい、であとね残すはミナトと、うん、ナルトなんですけれども、この2つがベラボーに高いんですよね。今ね2万以上ですよ一体。いやいや高騰しすぎでしょ、どんだけね開催店舗少なかったんだっていう話ですよ。いやこれはねもうどうしようっていう感じでね、うん、悩みますよね。はい、じゃん、はいすいませんね、あのこのね一番くじのね一番欲しかったのナルトだったんですよ。ナルトがめっちゃかっこよさげだったんで、ナルト一番狙いで、2番目にサスケのシャリンガンタイプで、3番目にカカシ先生のシャリンガンタイプっていう感じでね、うん、狙ってたんですけれども、うん、引けもせずね、はい、まあ、引いても出なかった、はい、なのでねナルトはねもう絶対買おうと思ってたんで、うん、買っちゃいましたね。はい、でその買った人がねおまけですね、おまけでつけてくれました。はい、 D 賞サコッシュそういえばサコッシュ1個も出てねえと思ってね、はい、サスケです、サスケのサコッシュ、後ろはねウチハの紋章ですね、ウチハの家紋。はい、ではい、ナルトのサコッシュ
こちらもつけてもらいましたね。はい、後ろはね、腹にね、へそのところに書かれている呪印ですね、ナルトの。はい、ということでね、こちらの A 賞と B 賞2体、こちらの3体をね、次回開封したいと思います。はい、今回はねちょっと長くなっちゃったんで、ここまでにしたいと思います。ということでね、うん、次回フィギュア、こちらのねフィギュア開封見たい方は、ぜひこの機会にチャンネル登録してお待ちいただければなと思います。はい、ということで今回は以上になります。一応ね、全部開封したところでね、回転台座に載せたいと思います。はい、では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。